皆さん、こんばんは。今、特撮の練習するビデオをレンダリングしていて、本当に結果を楽しみにしてます。特別の特撮じゃないけど、今までそのようなビデオを作りたかったから、本当に楽しみです。いつか近いうちにアップロードしたいと思ってます。思ったことよりそのビデオを作る時間はすごくかかりました。でもなんかすごいビデオだったらそうだよね。だからそのすごい映画は1年間とか2年ぐらいかかりますよね。そう、本当にすごいですよ。で、大学はゆっくり続いてます。新しい仕事は最初に大変だったけれど、慣れてると感じてます。で、音楽のボーカルはまだ録音版してないけど、今週末にすると思ってます。で、関係ない話ですけど、昨晩すごく怖い夢を見ました。本当に無言正しい夢で伝えたいと思った。怖い夢のことが好きじゃなかったら見えなくてもいいんですよ。最初のなんか2つの悪夢があったんですけど、最初の悪夢は掃除をする仕事のところに行って、危ない化学製品を腕につけちゃって、なんかこういうところに腕にある静脈、そうだよ、静脈、なんかこう見える?そうだよ、こうみたいな vein と言いますけど、静脈、腕にある静脈が肌のなんか肌の外へ浮き上がろうとして、血がすごくなんか出ちゃうようになって、早く流し台へ行って腕を洗おうとしたけど、もはやだって私がなんかキャーッと叫んでる間に、誰かが腕がこれから溶かしちゃうよって言いました。それでその悪夢が終わったんだけど、他の悪夢がし始めました。この夢に友達と、その友達の家族といて、友達が急に車にはねられてびっくりして、その友達のお父さんはそのやつらを探しに行くって言いながら、私がなんかショックの形で何もできなくなっちゃいまして、なんかで、その悪夢が終わったけれど、すごく怖い夢でした。悪魔もう嫌いけど悪魔がすごく大嫌いですよ。今夜悪夢がなかったらすごく嬉しいよね。なんかでも昨晩寝る前に食べたから、食べるせいだったと思います。今夜は遅く食べなかったから大丈夫だと思います。で、なんか見えるかもしれませんが、すごく眠いから、これから寝ると思っています。また近いうちにビデオしたいと思ってます。じゃあ、
また近いうちにビデオしますから見ててね。バイバーイ。